アニメの企画。ダメダメ、冷静に。声優は梅原優。梅原優一郎。地方がいい。ジョージアジャパンクラフトマン。できました。オープンキャンパスのお知らせです。私たちの日本大学は16カ国を有する総合大学です。法学部、文理学部、経済学部、商学部、芸術学部、国際関係学部、危機管理学部、スポーツ科学部、理工学部、生産工学部、工学部、医学部、歯学部、松戸歯学部。さあ、自分で確かめよう。日本大学の学びの力。オープンキャンパスで待ってます。日本大学グランネ。それは 100% 国産鶏肉の、プルーンと新食感、おいしいね、鶏プルーン。全国の皆さんこんにちは、ニュースエブリーです。今日から7月となりましたが、ニュースエブリークールビズでお伝えしてまいります。さて、今朝は伊豆諸島北部で活発な雨雲が連なり、大雨による危険度が急激に高まったとして、気象庁は線状降水帯に関する情報を発表しました。明日にかけても東日本や西日本を中心に大雨に警戒が必要です。停滞する伊豆諸島の北部で大気の状態が不安定となり、記録的な大雨となりました。このため気象庁は伊豆諸島北部に集中豪雨をもたらす線状降水帯が発生したと発表しました。新島空港では1時間に 79.5 ミリ、6時間で 199.5 ミリの観測史上1位となる大雨を観測しました。このため土砂災害など災害のお昼頃には一旦雨足が弱まりました。一方、静岡から関東南部にかけて北部も強い雨の通る時間帯があります。関東沿岸部、北部方面には強い雨が残るという予想になっています。というわけで長い時間の雨になりそうです。予想雨量ですが、これから明日の朝まで、多いところでは伊豆諸島で150ミリ、ですが、その後、明後日の朝にかけて、さらに100ミリから150ミリという雨量が予想されています。関東南部と明日の朝までは120ミリ、北部で80ミリになっていますが、その後も関東南部では50ミリから100ミリ、関東北部でも50ミリから100ミリという具合にですね、長い時間大雨が続きます。土砂災害や低い土地の浸水とか、河川の増水に警戒が必要です。では、関東、静岡の明日の予報です。お天気マークで見てみましょう。
ご覧のように関東南部で静岡は開いた風ですから、かなり長い時間、茨城を含めて沿岸部では長い時間雨が降り、また雷を伴ったり激しく降ったり、非常に激しく降る時間帯もありそうですね。北部でも雨と言って、雨が降る時間の方が長いよという、そういうお天気マークなんです。雨の降る確率を見てみましても、午前午後ともに高い確率になってますね。特に静岡は午前中 90%、 水戸も午前中 80% 高い確率です。夜になって少し下がりますが、それでも 40%、50%、雨の起こるところも多いと思われます。洗濯情報です。はい、現在ちょっと危険な雨の時間をしますので、洗濯物、午前の午後も×印、部屋干しがおすすめという情報ですね。予想気温です。最低気温は大体今朝と同じくらいですね。20度前後といったところで、ね、下に10度くらいですね。まあ、今日と同じくらいで、まあ、特に冷えることも特にということもないですが、日中の最高気温、前線傾向としてはちょっと北上してきます。南風が強く入ってくるところがありまして、関東南部や静岡では26、7度まで上がりますね。今日より3度、4度高いです。蒸し暑くなるでしょう。北部でも少し上がって24、5度ですね。全体的には今日より気温が上がる傾向です。熱中症情報です。今のところ宇都宮、東京、横浜が注意レベル、他は警報レベルとなっています。前橋、宇都宮、水戸、熊谷、基本的に梅雨空続きますね。傘マークの雲が多いですね。水戸や熊谷では、まあ、月曜火曜あたりちょっと曇りマークになりますが、その後また雨が、また来週はかなり気温が高いです。28度まで上がるところが続きますね。蒸し暑い梅雨空が続くでしょう。東京、銚子、横浜、静岡、はい、こちらもですね、土曜、日曜まで傘マーク、月曜、火曜が曇りで、また水曜日が傘マーク、木曜日が曇り空、全体的に梅雨前線少し北上傾向で、関東北部あたりに停滞する期間もありそうですね。で、雨が降らなくても来週は気温が高いですので、蒸し暑い梅雨だと思います。引き続き大雨の心配があります。気象情報にご注意ください。天気予報でした。各地で真夏日となった今日、佐賀県の高校では14人が熱中症とみられる症状を訴え、3人が病院に搬送されました。今日午前11時20分ごろ、こちら佐賀市佐賀東高校で、具合が悪い生徒が複数いると学校から通報がありました。消防と学校によりますと、体育の授業を受けていた2年生の生徒14人が吐き気や頭痛など熱中症とみられる症状を訴え、このうち男女3人が救急車で病院に搬送されました。いずれの生徒も命に別状はないということです。陸上のトラックのようなものがグラウンドに作られているのが分かりますが、学校によりますと、生徒が症状を訴える前にはグラウンドでリレーの練習を行っていて、木陰で休憩をするなど。小池都知事もリモートで参加した東京都の会議では、人流の増加や感染性が高い変異株の影響を踏まえますと、第3波を超える急激な感染拡大が危惧されると聞いています。強い危機感が示されました。さらに懸念されるオリンピックを伴う人流の増加、サッカーの大型選手権が開催されているイギリスでは、試合を観戦した人などおよそ2000人の感染が確認される事態に。オリンピックの開会式後には2000人の関係者が出ている時間で、皆さん1ヶ月の食費はいくらですか？スーパーと毎回1万2000円とか、コーヒーだけ頼んだりして。芸能人がリアルな金銭感覚を完全公開、ダウンタウンデラックス今夜9時。今夜はこの3人に注目。不器用な今時男子が恋のキューピッドとして大奮闘って、本当に大丈夫？シェアハウスを舞台に間違いだらけの妄想トークが咲き乱れる。ヒントは12秒で恋ができるか。演技をするなら、その演技に気づかないと。恋愛における3レッツバービー、裏返すのは一度だけ。第一生命は保険を通じて安心をお届けしてきました。一生涯のパートナーとしてこれから何ができるだろう。例えばヘルスケアを身近にすること、血圧コントロールしていきましょう。次の世代に
より良い社会をつなぐこと。保険の枠を超えて人と社会の未来のため、安心の先にある幸せ、第一生命。釜出しは暑いから、その時に何を食べるか、そんなの全部試行錯誤試行錯誤、冷たいものを飲んでも内側から冷まさないと血が沸騰しちゃうから。おいしい温度サーモス。夏はスタミナつけて頑張らなきゃ。豚バラナスのスタミナ炒め、ご飯にのっけて、あー幸福。うちのご飯頑張って。保険の相談近所でできて助かります。マネードクターはいつでもどこでも相談いただけます。資産運用の相談もできるんですね。そうなんです。マネードクターって助かる。僕寿命が400年ある。いつでもどこでも何度でも保険を選び直すならマネードクター。健康の名前さえ確かなら人生自信を持って積み上げていける。だから DHA で細胞から備えます。生きるを